ハイカラお昼の解決テレビ。街に出かければきっと何か見つかる。思わずにんまりしたり、綺麗だな、よかったな、驚きだな、知ってて知らない話が聞けるかも。素敵でちょっぴり刺激的な世界へ今日もご案内。始まります、お昼の解決テレビ。なぜタワーズは生まれたのか。それは建築の未来を考えているうちに誕生した資材土産のエキスパート、タワーズ。現場のスムーズな資材配置で無駄をなくす。タワーズを成長させているのは社員たち。面接した時、人柄がすごい良かったので、お仕事が完了できた時などお客さんからありがとうと言っていただいたり。そう、タワーズには夢が詰まっている。求人登録も簡単。今日から俺はタワーズ。このようなお悩みありませんか？ストレスフリー療法はストレスを減らすために長年研究開発した療法です。ストレスフリー療法、銀座すきや橋クリニック。はい、こんにちは。こんにちは。はい、クリニー長島です。そして千葉おかみさん会会長、吉成陽子です。千葉おかみさん会副会長、石毛姫です。勝浦市の市長です。はい、ヘルカン由美子です。テルカーさん、明るく元気ですよね。はい、超明るく元気なんですけど、はい、お天気がね、ちょっと残念なんですけど。はい、で、市長、勝浦の自慢話の一つがここだっていうことなんですが、ここはどういうところなんですか？はい、2023年にここ、興津海岸がブルーフラッグ、はい、国際認証を取りました。はい、そしてまた今年2024年、はい、2年目、2年連続で、はい、豊かな海、そして安全で誰もが楽しめる海、それを目指して、ブルーフラッグ、はい、認証を取りました。はい、毎年5月ごろ浜昼顔が咲くブルーフラッグ認証の興津海岸。みんなで海を守っていこうと、この、大人も子どもも、そこで環境の学習が必要と、うん、はい、うん、まさしくこの前もやりました。まさしくあれですね、校長先生だったんで教育ってのはぴったりしてですよね。ありがとうございます。で、私たちのこの背中越しに何かあるんですけど、これは何なんでしょうか？はい、これね、モビチェアって言うんですが。モビチェア、うん、高齢者も、ええ、それから障害をお持ちの方も、ええ、これで海を楽しめる。うん、うちのレギュラー、うん、高齢者が、はい、みんな高齢者なんですけど、一番のモデルがいらっしゃいますので。では吉成さんに乗り心地を体験してもらいましょう。通常はライフセーバーさんがついて海の中へ、今日は特別にプリティさんが海のそばまで引いていきます。乗り心地良さそうです。で、これしかも浮くんですよね。そうですよ、ね、単にあのブルーフラッグ認証だけじゃなくて、うんうんうん、おもてなしの心もここにギュッと詰まってる。わ、その通り、ね、そうですね。すごいよ市長、あの眼力ほど。もう雨止んじゃったもん。実はこのおもてなしに力を貸してくれる頼もしい人たちがいます。紹介したい人がおります。はい、どなたですか？はい、皆さんです。こんにちは。なんかすごい年齢的に若い人ばっかりですね。地域おこし協力隊の皆さんです。勝浦の PR、プロモーション、そして移住定住、そして、農業。はい、どこか移住してきた、移住した、うん、全員が、はい、フィルムコミッション担当の倉橋貞義です。あら、はい、ロケの受け入れをやっております。え、どこからですか？東京からです。地域おこし協力隊やっております、大和田里奈と申します。大和田さんはどこから？最後は東京都灘地区にいました。灘地区、はい、移住定住促進のプロモーション業務を担当しています。同じく移住定住担当の中でも空き家の活用促進担当。1万8000戸ぐらいは何とかしなきゃいけない空き家があるんですよ。そんな一方、これから大変ですね。その中60個しかまだやってないんで。あ、まだ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 これからだな。頑張ってます。農業支援スタッフ、農業、はい、島田康弘と申します。で、農業の体験はあるんですか？
農業の体験というよりかは、あの受け入れ農家さんという方がいらっしゃって、そこであのまあマッチングするような、そうですね、僕も農業支援スタッフとして今農業で頑張ってます。実際に農業の体験は今まではやったことはなかったです。全く畑違いのところから、畑違い、はい、農業だけに畑違い、はいはい、どこからですか。僕は船橋市から。船橋で、はい、素晴らしい協力隊の面々ですね。でしょ、頼りがいがあるじゃないですか。みんな個性的で、ね、みんな違ってみんないい。さあみんな頑張るぞ。このポーズが仮面な仮面ライダーポーズ、よかった。そして倉橋さんがご案内してくれたのは、スーパーに来ましたらぜひお土産をお買い求めていただきたいと思いますので。ご案内してくれたのはお魚村、海鮮物やご当地のお土産が満載。このお店はですね、旅行業者が選ぶあのランクインしてるぐらいのおもてなしがあるんですよ。それを最後にぜひ体験していく。それはもう後ほどのお楽しみです。おもてなしというと試食でしょうか。こちらは脂が乗ったトロサバ。高級なサバだね。でしょ、美味しいでしょ。ところでお店の売りは、出来たての干物ですね。え、どこなんですか工場って。あのいすみ市にあるんですけれども。お隣みたいなもんだ、はい、でそこで作って持ってきてもらって、ね、うん、作ってから冷凍かけてない出来たてなので。だからあそこのこの試食のやつはふっくらと、はい、そうなんですよ。奥にはいけすがあって新鮮な魚介類が手に入る。でかい、でかい。あの外棒はこの角がある。そうですね、これ角があるね。これがやはり身が美味しい、うんうん、美味しさの秘訣ですね、はい、美味しさ、うん、そうです。魚介も味わってもらいたいなと、ね、いうふうに思います、ね、お土産もたくさん買いましたが、このお店のこだわり分かりましたか。お金を取るところを取らない。そんなわけはない。いやだって普通さ、あのお魚とか買うと、はい、あの、なんだっけ、保冷剤みたいなお金取るじゃん。そうです、まさにそうなんですよ。楽しみ方だとか、うん、もうデパ地下レベル、うん、あのお魚買った時に、はい、すごい丁寧に包んで中に保冷剤入れたから。そうなんです。あれ、これもしかしたら市長が裏で手を切ったのかな。いつからそういうサービスやってるんですか。あ、もうずっと開店当時から、はい。だから人気があるんだ。早くそれ言ってくれ、もしかしたら。ザ・干物職人は勝浦土産として喜ばれる一品です。さあここでお待たせのあのコーナー、ヘルカー勝浦市長のご当地クイズ。もうヘルカー市長の恒例です。白人省のオフィス海岸で、ある珍しい産卵があります。産卵、それは一体何でしょう。もう産卵って言うと高齢者は無理なんでね。なんだろうな、人間じゃないよね。海ですよね。カメ、カメ、ちょっと生き物ですよ。だってふがつく、ふ、まあ、ふかはありますね。ふかも卵じゃないからね。ふぐ、ふぐ、はい、はい、じゃあ正解は草ふぐと、草ふぐと、あ、うん、6月から、うん、満月、新月の1、2、3、3日目、うん、1、これが初日、2日目、3日目と産卵が見られます。見に行きましょう、はい、はいはいはい、こんな準備があるといいね。双眼鏡、うん、あ、網は何だ、網で付くんですか。そうなんだ、ポリ袋、デジタルカメラも、ね、はいはいはい、お勉強のため、はいはいはい、はい、ここのテトラポットのところに乗り上げて、フグが、でかいのはメス、小さいのはオス。あ、そうなんだ、草フグって大きいのとちっちゃいのいて、うん、そう、そして、抱卵、はい、縫製をします。テトラポットのところが真っ白に、縫製でね、
はい、子供たちはこれをちょっとね、卵をすくい上げて、ね、メダカの卵の発生と比べてお勉強になります。これブルーフラッグです。はい、なるほど、ブルーフラッグのお勉強の一つというわけで、はい、これ満月、満月の時から3日後だ、ね、うん、あと新月の時、クサフグの命をつなぐ神秘的な営み、ブルーフラッグの沖津海岸は勝浦の初夏の風物詩です。はい、からお昼の解決テレビ。一方、東京江戸川区水江、水江の駅のすぐ近くなんですけれども、本格的なイタリアンのレストランございますのでご紹介したいと思います。行きましょう。お邪魔したのはレストランリモーネ。大きなレモンの看板、ビルの2階が入り口。2013年にオープン。ここでいただける料理はイタリアンレストランみたいな形でよろしいんでしょうか。そうですね、まあ、一応イタリアンをベースに、うん、まあ、フレンチだったり、はい、スパニッシュだったりっていう、なるほど、はい、創作でいろいろ作られてるような、はい、だからあの店の名前もレストランリモーネっていう名前にしてるんですけれども、うんうん、はいはい、それはあくまでも食べるとこだってことが分かるように、レストランってつけて、はい、リモーネ単体だけだと、そもそも、なるほど、ね、食事する場所がどうかもう分からないので。なるほど、なるほど。イタリアン以外にも、あとフレンチだったりとか、まあ、スペインの料理だったりをお出ししてるってことなんですけど、だって常時何種類ぐらいのメニューがあるものなんでしょうか。あ、そうですね、まあ、50種類ぐらいはあると思います。あ、結構ありますね。はい、そうですね、で、お一人で料理を作られてる感じですか。はい、大変ですね。本日作っていただく料理は千葉で手に入れたズッキーニ、そしてナス、舞茸。揚げ物なんですね。そうなんです、そうなんです、ね、そして衣にはあるものを使う。ベースなんですよ、お水じゃなくて、強炭酸の炭酸水、炭酸水、薄力粉と合わせる。空気が入るので、はい、サクサクになりますね。あ、そういうことなんですか。はい、あの実際食べてたら分かると思います。例えばなんかドイツとかだとビールで衣を作ったり。あ、それは聞いたことあるかも。そうそう、その延長上だと思ってます、ね、なるほど。あとこれパルミジャーノチーズですね。チーズ、パルミジャーノチーズ、結構チーズもねたっぷり入れるんですよ。そしてズッキーニとナス、舞茸を投入。イタリア料理店で腕を磨いた木部さんのこだわりとは。基本的にあの季節のもの、はい、食材っていうのを、はい、あの意識して使うようにしてるので。なるほど、それは国産のもの。そうですね、そうですね、うん、なので自然とあの、うん、日本の食材っていうのが多くなってきますし、うん、一番身近なもので旬のもの、新鮮なものを使うように。そして揚げたてにバルミジャンチーズをたっぷり振りかける。季節の野菜チーズフリットの完成。舞茸からいただきましょう。こんな感じでございます。これチーズめちゃくちゃ合いますね。そうですね、うん、衣のサクサク具合がマジ半端ないですね。はい衣にあの炭酸水を使っているので、はい、このような形で、はい、いやこれすごいな。続いてズッキーニ、みずみずしいですね。ズッキーニの水分と衣のサクサク感がいい感じでコラボしてて美味しいですね。そうですね、揚げてあるんですけど、うん、逆にこのズッキーニのみずみずしさが際立つ料理だと思います。ですよね、はい、うん、と子供のサクサク感と香りといわゆるパルメザンチーズっていうんですかね、うん、この3つが最高に食材を盛り上げてくれる感じですね。ぜひ皆さんもいらしてください。美味しいです、ね、まあ、できるだけ、ね、あの地域密着ということなので、はい、長い間皆さんに愛されるようなお店を続けていきたいなっていうのが、はい、あの目標というか。なるほど。旬の野菜のみずみずしさを独創性あふれる料理に、この食感ハマること間違いなし。ということでここで恒例の応援マジック開始。これあの地域のフィルムですね。木部さん先ほどの世界中のお料理作られてるってことだったので世界中の写真を持ってきました。これインドのタージマハルですね、うん、でこれはイギリスの
タワーブリッジ、それから中国のバニーの頂上、それからフランスのエッフェル塔で、これはリオデジャネイロですね。7枚のカードをシャッフル。1週間のうちにこう世界旅行行ったところを想像してほしいです、はい、なので1日目とか2日目とか3日目とかいう感じでちょっと好きな 何日目がいいですか。では3日目で、3日目でいいですか、はい、そしたらじゃ上から 1,2,3 という感じで、すいませんちょっとお渡ししますので、はい、テーブルの上にこう3枚割っていただいていいですか。3枚 1,2,3、 3日目が黄金になります、はい、じゃあこれ残りいただいちゃいますね、はい、ちょっとまずですね後ろ僕が向いてる間にご自身で見ていただいて、でカメラも見せていただいていいですか。はい、自由の女神ニューヨークだ。ここでスマホをお借りして、駅のフィルムをちょっとこんな感じで持ってていただいてます、はいはい、お願いします。いきます。はい、チーズ。場所どこだったか教えていただいてもいいですか。はい、ニューヨークです。ニューヨーク、僕が撮った写真です。お見事。すごいな。タイからお昼の解決テレビ。素敵な笑顔をいただきありがとうございます。馬と一緒にスポーツをしてみませんか。馬車大学では1日体験乗馬をプレゼント実施中。お問い合わせは0479-771929まで。作吉成陽子、小説夢子、第4巻第5巻来春同時発売、予約受付中。解決プレーニング。皆様こんにちは、雑誌ハイカラ編集長の青野秀俊です。頭の若さを保つ脳トレに今日もお付き合いください。毎回こちらハイカラ頭脳トレーニングのドリルの中から1問出してまいります。今日の問題はこちらです。それぞれのことわざや慣用句に最も近い二字熟語を漢字で答えてください。例題です。石の上にも3年。これは忍耐という二字熟語になります。このような形で3問お答えください。今日の答えはこちらです。カッパの川の流れ、これはですね失敗という意味でございます。ひょうたんからコマ、これはですね意外性の意外ですね。目から鼻に抜ける、これは理髪という、あるいは聡明という、こんな文字が答えでございます。今日が8月の18日米の日です。米という字を分解しますと8と10と8という3文字に分かれますということから、今日はですね健康食育の日ということでございまして、私最近注目しているのがおにぎりでございまして、健康にも大変いいということで、私はですね何といってもまず鮭ですね、そしてたらこ、そしてちょっと変わったところで言うと鶏そぼろ、こんなおにぎりが大好きでございます。お昼はおにぎりを食べて健康的にお過ごしいただければと思います。それではまた来週この番組でお会いいたしましょう。ハイカラ頭脳ドリル好評発売中。お問い合わせお待ちしております。おはよう、ドラゴンハート。今日のグループレッスンは速い軽速足を出せること。今日もよろしくお願いします。まず波足、首をぐっと下げて潜るような感じにはなっていないか確認、そして私の姿勢の確認。さあ、脚で圧迫して軽速足、反応が弱かったら強めの圧迫を試してみる。自分のかかとが上がっていないか確認。早足のリズムは
もう少しテンポよく、あとはリズムを一定に。ここで斜め手前変換、一旦波足に落とす。ここから腰を浮かした2ポイント、ドラゴンハートが動きやすいようにリズムよく運動しているか確認。よし、その調子、頑張ろう、ドラゴンハート。こんにちは、ドラ猫のチーと。こんにちは、千葉のロンです。二人が馬選びのお手伝いいたしやーす。今日はどの子だい？シャルル、2000年生まれ、24歳、牝馬だよ。いやいやいや、どうもこんにちは、シャルル。ピンクのイヤネットがよく似合ってますね。さあ、これから競技会に向けて練習だよ。まず、早足。暑いですけど、頑張れ。そして、駆け足発進。パカタン、パカタン、パカタン。速さもちょうどいい。さあ、ここから経路の練習だ。経路って何よ。簡単に言えばコースのことだけど、馬術では経路という。中央線に入ったら馬体をまっすぐに整える。ステップがいいね。そして巻き乗り。なんだい巻き乗りって。直径およそ6メートルの円のこと。後ろ足に踏み込む力を入れるんだ。今度は S の字を描く。いかに綺麗に描けるかが見どころなんだ。なるほど、図形を機種と一緒に描いているんだね。そしてぴったりと止まる。できました。そして波足。よくできたので褒めてもらいましたよ。おいしくおいしくお水もいただきます。どうもありがとう。次の練習も頑張ります。いかがでしたか。今日の大間さんは経路の練習をする麗しいシャルルです。劇団芝山芸能社のきっとすべてうまくいく。今日はどんなことが起きるのか。先生。ああ、おっと、こんなところにおいででしたか。今お盆休みも明けまして、人々がほら町中に活気があふれてまいりました。ルパンがうるパーン。どうだって。ああ、うまかった。何を言わせるんですか、馬方様。いい加減にしてください。しょうちゃん、怒った時の眉毛の形がとっても素敵。ミリシダ、何を言わせるんですか、二人とも。いい加減にしてください。今日のことわざです。門にいらば傘を脱げ。門にいらば傘を脱げだって。ん？人が見ていようといまいと、礼儀を欠いてはいけないということ。今日も暑かった。汗もかいたし、風呂入ろうかな。ちょうどよく湧き上がったわよ。ほうそうかい。それじゃお先に湯船に入ろうと。待て待て待て、それじゃあ湯船が汚れるでしょう。先にシャワーで汗を流してから入らないと湯船が汚れるだろう。さあもう一回。もう一回。ねえ、よしおちゃん、この間大間見に北海道へ行ったでしょ。いいおまさんが行って、また行かなくちゃいけない。出かけるときさ、お選別渡したんだけど。ああ、使っちゃったよ。待て待て待て、選別をもらったらお土産で返すでしょうが。
礼儀がなってない。もう一回もう一回。ねえ、よしおちゃん、芝山の無人野菜即売所があるわ。うまそうなスイカがあるね。私スイカ食べたい。それじゃあきちんとお金を入れて買おう。そうです、よくできました。無人直売所は信用が第一。まさにお金をしっかりと箱に入れて買うことです。それが礼儀というもんです。まさに門にいらば傘を脱げです。あれ、小銭がないから貸してちょうだい。次回もきっとうまくいく。太陽馬戦オールジャパンオープンチャンピオンシップ、ハンターシート60センチ障害飛越競技。スピードとかにも対応できて、さらに馬がすごいポーンって飛ぶ馬だったんで、そこにも対応できたところが良かったな。難しい馬とかもいるので、そこにもっともっと慣れていけたらなって思います。もっともっと高い障害にチャレンジしていけるように練習頑張ります。高1から始めたんで2年ちょっとです。動物好きだったので馬の部活があったので入ろうかなと。そこから始めて2年ちょっとです。選手権があるので、そこでいい成績を残せるように頑張ろうと思います。感があって、ゆっくりでも飛んでくれるのでとてもいい馬でした。回れるか不安だったんですけど、まあ、回ってくれたので、それが今日一番良かったなと。目標はもっと高いやつ